僕はその、お前やめろよ。僕はですね、やばいって。こんな景色を見せていただけると思わなくて、本当に辛い時も正直たくさんあって、この6人のおかげで僕はここでいつも真ん中として立たせていただいて、本当にみんなにも感謝しかないんです。